背番号11番ディフェンダー宮崎智彦です。左サイドバックの宮崎智彦選手です。 J1 通算138試合出場を誇るベテランは、昨シーズンまで9年間強豪のジュビロ磐田に所属。ファジアーノにはシーズン途中の今年4月に加入すると即レギュラーに定着し、これまで12試合に出場中。持ち味の正確なキックや堅実な守りでチームを支えています。ファジアーノ岡山に決めた理由を教えてください。このチームならまだまだ成長できるなっていうのも感じましたし、求められているところっていうのも、自分に当てはまっているところもあったと思うので、少しでもこのチームに何か貢献したいなって、思えたので。2009年 J1 鹿島でプロ生活をスタートさせた宮崎選手。その後横浜 FC 磐田で活躍しましたが、去年12月契約満了に。ファジアーノ加入が決まるまでおよそ5ヶ月間所属先のない時期を過ごしました。自分がやれるとこまでやりたいと思ってますし、やりたいからといってやれるものでもないですし、常に緊張感を持ちながら明日が当たり前になるように思わないようにっていうのは昔から自分に言い聞かせてトレーニングしてます。そんな宮崎選手には歴史好きな一面も。遠征や旅行に行った際にはその地のお城を巡ることもあるそうですよ。今まで行ったお城の中でこれ好きだなっていうのありました？静岡に9年いたので、浜松城っていうところは家も近かったので、雰囲気というか、あそこでしか感じられないこう空気というか、そういうのがすごい好きですね。ちなみに岡山城は現在改修工事中のためまだ行けていないそうです。シーズン途中の加入ながらすっかりチームに溶け込んでいる宮崎選手。そのきっかけを作ってくれたのがゴールキーパーの椎名一馬選手です。大学時代の同級生で、岡山に来てからは一緒に銭湯へ行き、疲れた体を癒しているそうです。もう本当に椎名がいなかったら、溶け込めることもできなかったですし、椎名がいてくれたから、自分も入りやすく、溶け込みやすい環境を作ってくれたので、本当にありがたい存在だなと思って、椎名とちょっとおしゃべりしたいなとかっていうのは連絡して行こうよ。今シーズンの目標を教えてください。このクラブは J1 で戦うべきクラブだと思ってます。ここは僕自身もチームとしてもいいシーズンを送れるように、笑顔で終われるようにやっていきたいなと思います。今日の質問はこちらです。はい、岡山と沖縄住みやすいのは、住んでみて岡山のいいところはということで会社員の方からいただいています。それを答える必要ないですよね。もう沖縄に決まってますよ。あれ、沖縄には勝てないですよ。もう沖縄好きなんで。本当に。いや好きですよ。まだまだ。いやでも岡山も、はい、僕小学校の頃三正坂市のサッカー協会の方と交流してるので、その時からなんか縁は感じてはいますね。はい、2番目に好きです。2番目、はい。やっぱ人の温かさっていうのは、でも岡山に似てるところあって、すごく、はい、いいなっていうか住みやすいなっていうのは感じてるんで、すいません、沖縄っす。岡山のいいところ、これ聞きたいんです。ここで絶対いいこと言おうと思ってたんですよ。そうですよね、ちょっと挽回言おうっていうか、感じてることをただ言うだけなんですけど、なんか海の良さしか分からなかった僕なんですけど、なんか川多くて、息子ともよく行きますけど、本当綺麗な水で
はい、気持ちよく遊んでますし、果物もなんかたくさんありますよね。そうです、フルーツ王国、はいはい、ぜひ食べてください。今シーズンたくさん食べます、はい